今日はコモリを使ったスタイリングゼロ。で一つ目、うん、まあ、コモリのつなぎ、うん、まあ、これ初めて買ったコモリ。そっから始まったんか。そう、あ、まあちょ、まあ、ほぼ同時ぐらいか、あ、まあなんかどっちかだったけど、うん、コモリのつなぎを買ってみたんだけど、うんうんうん、デニムのやつね、うん、で、まあ、これが結構なんか質感とか良くて、良くてね、うん、まあ、つなぎ自体も俺そんなね全然着ないから、はい、まあ、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、うん、でコモリのつなぎを買ったんだけど、はい、であとレザーシャツ、うん、リアスキンのレザーシャツを買ったんだけど、うんうん、でもここでコモリを初めて着てみて、はい、あ、コモリこういう感じかと、うんうん、まあ、なんかね、すげえコモリ好きな人とかめちゃくちゃいるじゃん。コモリしか着ない人いるもんね。いるよね、うん、だからなんかそういう人たち、まあ、今まで俺そのコモリ買ったことなかったから、はい、まあ、あんま分かんなかったんだけど、うん、まあ、でも着てみたらなんとなく、ああそういうことなのかなっていうのがなんとなく分かって、うんうん、で、まあ、ちょっとねコモリをこの後いくつか他のアイテム買ったやつもあるから、はい、まあ、それもちょっとスタイリングでするんだけど、うんうん、まあ、これはつなぎをちょっとまあチャレンジしてみたっていう感じね、はい、でつなぎで単体で着ると、うん、まあ、やっぱりなんていうんだろう、整備士感みたいなのは若干やっぱ出るから、まあね、出ちゃうかな、うん、だから、まあ、その上からちょっとシャツ羽織って、うん、ちょっとそれを消したような感じかな。レザーシャツ、うん、まあ、でもちょっとレザーシャツね、ちょっとだけ残念だったのが、まあね、うんうん、あって、裏地がね、これね、ちょっと規制が長すぎて、規制分量、はい、出ちゃうんだよね。出ちゃうんだよね、うん、ここだけね、俺はちょっと残念なんか、すげえいいんだと思ってたクオリティが、うん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 、いや、もうデニムとかもすげえいいんだけど、うん、でもここだけちょっとね、うん、出ちゃう、ここかっこいいけどね、見た目は。そう、見た目かっこいいんだよね、これがちょっと出ちゃうから。あ、結構出てるね、今、掴んで引っ張ったからね。あ、そうか、うん、まあ、でも、こうやってやってても、うん、ちょっとやっぱ出ちゃう、ね、これが、うん、裏地がね、うん、そこだけちょっと気になる、うん、まあ、でも見た目はすげえかっこいいね。いいよね、だってもう形はコモリシャツだもんね。そうだね、それはいいよね、うん、まあ、いいんだけどね、うん、っていうのがまず一つ目、はい、はい、でちょっとじゃあ次また違うアイテムで、うん、はい、春だね、春、うん、ベルテッド、ああ、買ってみた、うんうんうん、うん、みんな履いてるよね。ね、これすげえ。最初さ、なんか欲しいなと思って、うん、21SS かに出た時にさ、買おうと思ったら、うん、なんかすぐ売り切れちゃって、うんうんうん、まあ、こんなにすぐ売れるんだと思って、ね、びっくりしたよね、うん、そしたらなんかこれ分納だったらしくて、うん、なんかまた入ってきてるんですよ、うんうん、お店に、うん、で運よく、はい、なんか普通に売ってて、うん、で買ったんだけど、はい、やっぱこれ履いてみたらいいね。サイズ 3? サイズ俺は3、うん、で3だから多分その余ってたと思うんだけど、あ、でかいもんね。結構でかかった、うん、でなんかね4の黒とかも売ってたよ。4履く人ってどんな人なんだろうと思ったけど、ね、うん、めちゃくちゃでかいと思う4。そうだよね、うん、でもなんかこの太さがいいのかなって、うんうんうん、結構テーパード効いてるしね、渡りがあってギュッてなってる感じが、うん、いいのかなと。あとはまあこのデニムのケバ感、うんうんうん、特徴的なね、うん、がすげえいいのかなと思って、うん、でなんかあのコモリのルックとかってさ、はい、みんななんかもうさ、こういう T シャツ出してさ、うん、シャツもさ、うん、もう止めずに、止めずにね、なんか何にもこう着飾らないとかさ、うん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 、難しいことしない感がすごいじゃん、うんうんうん、だからなんかそういう感じで着た方がいいのかなと思って、ちょっとまあこういう合わせに今してる感じ、うん、でなんかなんだろうな、あのカバーニみたいなプレイした方がいいと思うんだよね。あ、うん、カバーニって難しいことしないじゃん、泥臭いからね。そう、うん、もうボール来たらつなぎの部分ではただ落とすだけ、うん、はいはいはい、近くの人に預けるだけ、うんうんうん、で自分はゴール前に走るみたいな、ああ、ああ、もう多分それをした方がいいんだと思った、コモリは。決めるときはエグいシュート打つしね。そうそうそう、だから、だからなんかあのあんま難しいことしない方がいいんだと思って、うんうん、コモリはね、だからこういうスタイリングになったっていう話、はい、っていう話ね。そう、っていう話、
次行きましょう。はい、じゃあ次。これ3つ目なんだよね、はい、うん。でもさっきのベルケットにレザーシャツを合わせた感じ。確認してんじゃん。そうで確認してみた。うん、どう？どうかなって。そう。でもね、うん、悪くないんだけど、やっぱレザーシャツだから。いいのかな。うん、入れても全然。まあ、これ出すとこっちの方がいいかね。難しいことしない。いや、どっちもいいよ別に。あ、どっちもいいよ。うん。あ、正直。でもタックインやっぱあんまり好きじゃないっていう人もいるからね。まあそうだよね。うん、でもだからこういうそのね、あんまドリブル好きじゃない人は、うん、もうすぐ落とせばいいし。あ、そうね。でドリブルしたい人は、うん、ドリブルすればいいし。切り込んでくれればいいしね。うん。何の話？ダメだね。ちょっとね。ちょっともうちゃんとやろう。なるほど。うん。まあだから。まあ、難しいことしないで着れるのが小森なんだなっていうのは、うん、なんか俺のその小森の解釈はそうなった。あ、うん、なんかそのデザイン性もそうだし、うん、なんか別に凝ったデザインがこうなんか表立って入ってるわけじゃないから、うん、そうだね、うん、だからなんかよりなんていうのイージーにその取り入れられて、うん、でだけど、考えられてるというか、うん、まあ、そういうとこがいいんだろうなと。あとね、うまいなと思ったのは、ね、やっぱ素材の掛け合わせがすげえ上手だなと思った。はい、なんかあの、ね、王道なアイテムに対して、うん、そのね、掛け合わせ、このアイテムのこの生地があったらいいなを形にしてるってことだよね。そうそうそう。で、それでちゃんとなんか、あの着やすいものを作ってる感じが、うん、まあ、魅力なんだろうなっていうのは、着てみて感じた。うんうん、っていう感じかな。はい、うん、そこが魅力なんだっていうのは、うん、まあ、分かんないよね。そうじゃねえよって言われるのかもしれないけど、まあ小森好きな人からしたらね、そう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 、まあでもそれはそれでね、うん、まあ、人のね解釈だからね、はい、うん、俺はそう思ったね、うんうん、ちょっとじゃあまた違うアイテムで、はい、はい、これ4つ目、はい、このパンツね、うんうんうん、これ小森なんだけど、うんうん、これめちゃくちゃ良かったよ。これ新しいやつなのかな、形ずっとあるやつなのかな、形はあるのかな、わかんない、コウモリ初心者だから。ああ、そうだね、うん、まあ、セットアップのパンツ で、うん、で、まあ、この膝にタック入ってる、うんうん、まあ、ミリタリーのオーバーパンツを多分元にしてると思うんだけど、まあ、それのウールの素材で、すごい軽いウール、うんうん、表面感もちょっとやっぱメランジみたいになってて、うん、まあ、これ夏も履けるね。あ、履けそう履けそう、うん、で、なんかこれをもう履いた瞬間に、うん、あ、結構これいいなと思って、もう素材感がすげえ良かったから、うん、着られる時期がすごい長いなと思って。あ、そうだね、うん、でもこれは買おうと思って、うん、結構ね、なんかその好みなミリタリーのディテールなんだけど、うん、結構なんか品があるように落ちてて、かっこいいかっこいい。だけどそのなんていうの、ちょっとモードの品があるとかそういうのはちょっと違ってて、あ、なんかね、もうちょっと緩いっていうかさ、うんうんうん、日常に寄り添った。あ、そうかもしれない、うんうん、あ、その表現いい ね、 ね、うん、だからそういうのがやっぱ魅力なんだろうなってすげえ思った、うんうん、今の時代に結構やっぱ合ってるのかも、その日常に寄り添ったこう品がある服っていうのは、うん、今やっぱね求められてるじゃん。そうだね、うん、まあ、外出もそんなできないしさ、うん、サクが好きな感じだもんね、パンツ、うん、すげえいい感じ、これ履いてて軽いし。そうか、仕様はイージーパンツか。そう、あの紐だけ。そうだよね、うん、まあ、この辺もなんかね、夏はもうこれに T シャツで、うん、全然いいだろうし、はい、なんか使い勝手が良さそうだな、うん、小森どう？いや、小森だからまあね、総括したらやっぱその日常に寄り添う品、うんうん、みたいな感じなのかなと思ったけどね。その素材とあのアイテムの掛け合わせがまずいいのと、うん、だから本当にこれもコーディネートするときは難しいこと一切しない。もう中は、ね、ほとんど多分COT だったと思うし。あ、そうだね、うん、でそれにちょっとこう古着のシャツとかをパッと合わせただけ、うん、古着との相性は絶対いい、ね、めちゃくちゃいい、うんうん、だから古着のなんか着たいときはコモに着ちゃうかもなっていう感じがして、綺麗に着れるしね、うん、そう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 、全部古着だとね、うん、ちょっとやっぱ汚くなる可能性があるから、うん、1個コモに入れて古着と合わせると雰囲気とねちょうどいい感じになるかも。まあ、でもそういうね、うんうん、感じで着られるんだろうなっていうのを感じましたっていう動画のね、
そうだね、うん、ちょっといつもと違う感じでやったけど、ね、うん、小森始めてみましたっていう、そう、小森始めましたこの動画だね、うん、はい、っていう感じですね、うん、まあ多分またおいおい小森ね、また買うこともあると思う、あ、今後ね、うん、そうだね、うん、なんか徐々に買っててほしいな、はい、気が最近そうだよね、そう、なんか徐々に、うんうん、っていう感じですね、はい、はい、でした、はい。